したあ。皆さんこんにちは、ひろあげです。はい、この動画を公開してる日はそうレゴの日です。はい、今年もレゴの日がやってまいりました。で、今回の動画は動画のタイトルの通りなんですけど、レゴの日と僕の YouTube チャンネル登録者数が300人を超えました。僕も結構ここまでよく頑張ってこれたと思ってます。いや、もういつも動画を見てくれてる皆様ありがとうございます。はい、毎年恒例のレゴの日動画がついにやってまいりました。はい、ということで僕は5月5日は毎回レゴストアに行ってレゴを大量買いする企画なんですけど、今年に関しては去年と同様、ちょっとご時世的な都合で今回も家でレゴの日をやります。ちなみに去年購入したものはこちらです。オーバーウォッチのバスティオンとビーバー&ラインハルトとパナソニックジャガーを買いました。はい、今年レゴの日に買ったレゴは1個だけです。僕が今まで買ってきたレゴの中でめちゃくちゃでかいです。それがこちら。よいしょっと。はい、こちらでございます。買った理由については後に説明するとして、今回はこちらを開けます。ではいきます。せーの、よっと。あれ、あ、また紙だ。あ、これをどかせば。じゃあこれをどかします。せーの、よっと。はい、あ、逆さまだ。はい、こちらでございます。もうこれ見た時点で、うわ、ついにこれ買ったのかって思う人いると思います。では改めてこちらを出します。はい、それでは僕が今年のレゴの日に買ったレゴはこちら。よっと。はい、こちらです。レゴクリエイターエキスパートローラーコースターです。うおー、でかい。いやー、もうこれすごい。はい、ということで改めまして、今年のレゴの日に買ったレゴはこちら、レゴクリエイターエキスパートローラーコースターです。はい、もうこれをやっと買うことができました。はい、こちらはレゴ集めてる人だったらもうご存知の通りなんですけど、レゴクリエイターの中でも最も高いレゴクリエイターエキスパートです。ちなみにこちらのローラーコースターの値段は6万円です。ただ今回は僕はヤフーのショッピングで4万5千円で買いました。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいです。はい、では近くで見ましょう。いやー、もうこれたまらない。いや、僕ずっと前から欲しかったので、これを買えてめちゃくちゃ嬉しいです。で、このレゴクリエイターエキスパートなんですけど、僕が今まで買ったレゴの中で最大数のピース数になってます。ちなみに僕が今まで一番高い買い物したレゴはレゴマインドストームの教育版です。あれが7万円ちょっとです。いや、このローラーコースターめちゃくちゃたまらないですね。これ本当にすごい。はい、箱の後ろはこのようになってます。別売りのパワーファンクションをつけることで全自動化します。いや、これすごい。これは本当に買えて嬉しいです。で、あとそれとレゴスーパーマリオのルイージのスターターセット、こちらもアマゾンで購入しました。はい、ということでここからはなんで僕がレゴクリエイターエキスパートローラーコースターを買ったか、ちょっと説明したいと思います。ここからプライベートな話になるんですけど、僕は今まで3年間勤めたアルバイトを今年の4月に辞めました。なんでかっていうと、2級建築士と就活に専念するためです。で、3年間アルバイトを頑張った自分へのご褒美として購入したのがレゴクリエイターエキスパートのローラーコースターです。はい、皆さん、いつも私ひろげを応援してくれてありがとうございます。はい、というわけで私ひろげ、この動画を境に活動休止します。一旦です。はい、新年一発目の動画から宣言した通り、私ひろげはこの5月5日から9月の中頃まで動画投稿を一旦休止します。先ほども言った通り、僕は4月で3年間勤めてたアルバイトを辞めて2級建築士と就職活動に全てを捧げるつもりで勉強をひたすらしまくりました。1回目の模擬試験が3月の中頃にあって、その時の点数が56点だったんですけど、4月の末頃に2回目の模擬試験がありました。そこで僕は13点も点数を上げました。いや、もう僕も相当頑張ってきたと思います。去年の2級建築士の学科落ちた時に、もう絶対来年は取ってやるっていう勢いでやって、去年の12月から2級建築士の問題結構買って、そっからひたすら勉強しまくって結構いい点数になりました。僕個人的にこのまま模擬試験で80点をずっと取れるようであれば、もうほぼ合格と間違いないのと、あとさらに僕は何としてでも今年の2級建築士は絶対合格したいです。2級建築士を受験された方、もしくは2級建築士の試験について知ってる人はもうご存知と思うんですけど、今年の製図は
RC 像です。あの2級建築士の製図試験って3年に1回 RC なんですけど、2021年こそがその RC の試験だと思われます。あのちなみに RC 像なんですけど、木造と比べてめちゃくちゃ簡単です。今年の2級建築士の製図は絶対に合格したいです。でさらに他にインテリアプランナーの試験を受ける予定です。あの実は去年1点差で落ちました。で木造建築士に関しては、先ほども言った通り今年の2級建築士の製図が RC 像なので、まあ RC 像やって木造やると合格率絶対下がると思うので、今回は2級建築士とインテリアプランナーを受験します。去年3つとも全部落ちてすごく悔しかったので、今年こそ絶対に合格したいです。はい、ということで2021年のレゴの日動画は以上になります。あの僕の動画をいつも楽しみにしてる人にとってはすごく申し訳ないんですけど、これも僕の将来がかかってるので、まあそこはちょっとご了承いただきたいです。で7月頃に1回動画を出します。それは2級建築士の学科の結果発表と、あとはレゴスーパーマリオのレゴルイージのスターターセットを出します。でレゴクリエイターエキスパートローラーコースターの動画は10月頃に出す予定です。で10月頃になったら、まああのあれを一回やろうかなって思います。もうこの動画で絶対2級建築士とインテリアプランナー合格すると言ったんで、もう今年に関しては本気で絶対に合格したいです。はい、では皆さん、7月の2級建築士の学科試験と合格の動画でまた会いましょう。はい、以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければ、グッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして、僕のチャンネルに登録していただくと、最新の動画がいち早く見れます。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。そして、コメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほならー。イエーイ。